これは一体どういう状況でしょうか。見ての通り、コラボ動画の収録が始まった途端に機材トラブルが発生したんだぜ。いや見てわからねえよ。非常に困りました。なんかたまに画面が乱れるんですよね。直せないの？走りながら頑張って接続とか見てるんですけど、配線は問題なくて。その他一切のことはわかりません。もう一レース目終わっちゃったぜ。やむを得ません。このまま撮影を続行いたします。この注意書き謝る気ねえだろ。許してくれだまえ。改めてどうも、ご本気です。ゆっくり霊夢よ。素早い魔理沙だぜ。止まれ。ほい。ええと思っていたの。というわけでね、どういうわけ、もはや恒例となっているマリオカート8デラックスコラボ動画です。先日ダウンロードコンテンツの新コースが配信されたので、早速優勝を目指して実況者さんたちと対戦しますよ。ここはデイジークルーザー、ダブルダッシュからのリメイクコースだぜ。1レース目がグダグダため注意からのスタート。これだったけどうまく混戦をかわしたわね。タイムアタック大好きな私の作戦はただ一つ、序盤に先頭へ躍り出てそのまま逃げ切る、これだけ。だがアイテムで逆転されかねないのがタイムアタックと VS の違いだぜ。いくら被弾しようと誰も追いつけないくらい速く走ればいい。あまりにも陽気すぎる。早速赤コーラが飛んできたが、キノコがあるので追いつかれることはありません。こればかりは注意した後のおかげですね。銀のコインを集めつつ曲がった先は階段、ここを登って一周なのね。意外とシンプルでいいですね。のどかな雰囲気だし走ってて爽快です。さあ2周目に突入。防御アイテムがないのが気になるところ。浮いてるクリボーを犠牲に赤コーラ決。ここは素直に裏のアイテム構えるべきだったわね。ハチハチさんに抜かされてしまったぞ。お前を殺す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 。壁に引っかかってるぜ。まだ誰も道を覚えていない新コースあるあるね。ただのラッキーですが再び1位の座を確保。バナナもあるし今度こそ逃げ切りの体勢に入ります。さあファイナルラップ。さあ行きましょう。行きますよ。ここ地味に難しい。道が広いというわけでもないし、ミニターボためながら走るのは練習がいいそうね。事前に軽く走った感じ、今回のコースは道が狭かったり複雑だったりしがちだったんだよな。一応対策はしてて、うわ、いつものアイシャネコクラシカルを捨ててまでこのアリマックス斜めを引っ張り出してきました。ここに見るとあるわね。コラボ相手の動画で見られるかもだぜ。また小回りを利かすためメッキを剥がして軽量化してます。あれメッキだったん。トゲドを着てるぜ。そんな話してる場合か。この距離ならギリギリ間に合うはず。階段でもミニターボためてさらに加速。うお、本当に間に合った。無事1位フィニッシュです。この調子で次のコースに参りましょう。やってきましたムーンリッジ&ハイウェイ。月があんなにも相当の花々。わけわからん異名をつけるな。1位スタートなのでまずはとにかくコインを集めます。集めるほどスピードアップするので逃げ切るためにはさっさと10枚手に入れなければ。すでに5枚といいペース。ボムヘイカーは確実に避けていくぜ。画面の乱れってこれ？これですこれ。心臓に悪い。さあ橋のダブルボックスを割り進んだ先は高速道路。ダッシュ版がたくさん見えるし、読んでるのほど高速道路って感じね。車に当たらないように注意していこうぜ。特にあのボムヘイカーとかね。それなんですけどね、実は収録前に予習でここ走って車にわざとぶつかってみたんですよ。何やってんの？そしたら意外にも一般車とボムヘイカーに当たった時の挙動が同じだったんです。ん？つまり何が言いたいのかしら。最初はボムヘイカーというくらいですから、ボムヘイを食らった時みたいに大きくクラッシュすると思ってたんですよ。ところがその日軽く吹っ飛ばされるだけ。これは結構悪さできると思いません？はは、なるほどな。一に張っててボムヘイと同じく爆風でクラッシュさせるトゲゾーを投げられた時なんかに、ボムヘイカーでも一般車でもいいからわざと被弾すれば無敵時間でやり過ごせるわけだ。私の逃げ切り作戦と非常にマッチしたコースと言えますね。そんなうまくいくかしら。知らんな。ここでテレサ、さらに赤コーラとトゲゾーのダブルコンボだぜ。赤コーラはバナナで防げます。トゲゾーは対向車に悪質なタックル押してやり過ごしますよ。果たしてうまくいくか。いますよ。ほらちょっと早いでしょ。どんどん言われてみればそんな気がする。落としたコインの回収はしっかりと。ほぼノーダメージで3周目。あそこの赤コーラは効いてないです。まだまだ飛んでくるぜ。あったピリさんだ。残念、赤コーラだからもう一個来るわね。4つ来たんだが、キラーで上がってきたのはスーチさんでした。キラーの下ろす場所最悪でっさ。画面の乱れ方がポリゴンショックだったのでカットしました。すでに高速入ってるわね。ここで天然のダムヘイカーをプレゼント。嫌がらせってレベルじゃねえ。何はともあれこのコースも1位でゴールです。オッケー。録画ソフト以外は順調そのものね。こうなったらもう全コース1位取るしかありません。ここは完全新規コース、シャボンロード。水中エリアの多い高難度コースだぜ。水の中ってふわふわした操作感になるから事故りやすいのよね。早速洗顔器に貼られた水の中へダイブ。例に漏れずコイン回収しつつトップを突っ走りますよ。左に曲がったこの先はお風呂だな。一番風呂もらい。もうクリボーが入浴中です。なんてことだ。今のスポンジ、ジャンプアクションできるらしいぞ。私は水中の落下が遅いのを利用してミニターボためながら走ってますが、
が、どっちがいいんでしょうね。このカスタムならターボ値高いし今のままでいいんじゃないかしら。しれっと排水口に吸い込まれたがどこに繋がってるのか。ここはお風呂場の床って感じね。扇風機の風が思ったよりも強いです。あと滑る。スライダーでトイレを飛び越えて棚の下をくぐって一周みたいね。ちらほらキノコで突っ切れそうなダートがあるし、先行逃げ切りの作戦ならもう少し後続を引き剥がしたいな。コイン10枚、防御アイテム2枚と手札は揃いましたが、トゲゾウやサンダーを考えると確かにもう少しリードが欲しいところなんです。後ろで2匹の花ちゃんが目を光らせてるわよ。全く話題にしてませんでしたが、花ちゃんも今回の DLC で初参戦ですね。ボスパックにアカメックも追加されたな。もう使い始めている方がいるのはさすが実況者って感じですね。あっという間にカメックが意外だな。可愛くて人気でそんなに試してるけどね。実況者的には花ちゃんやボスパックのインパクトの方が刺さるのかもしれませんね。さあ再び扇風機ゾーンだが、トゲゾウを食らったことで後ろが迫ってきちまったぜ。まだなんとかなりそうですが、今後に備えてここでまた防御2枚揃えたい。アッポッシュレット、ぶっ壊れてるだろこれ。汚い。あ、でもこの水流で上ルートに行けるんですね。マップを見た感じ近道だから3周目も通ることになりそうだぜ。トイレの水かぶるのなんかやなんだけど。勝利のために泥水進めるかって話ね。このゲームそんなアングラ要素あんの？さあ3周目、初手アイテムボックスを割って出てきたのは、これは強い。もうトゲゾウが来てる以上バナナを捨てる必要がありますが、普段するよりははるかにマシですね。買いましょう。間違いなく落ちちゃった。買うの早いよ。まずいのこれ。防御アイテムなし、2羽目と花の先、トップを目指すにはちょっと厳しい状況ね。いえ、まだ諦めませんよ。最初に言ったじゃないですか。いくら被弾しようと追いつかれないくらい早く走ればいいだけなんです。出た脳筋理論、赤コーラ飛んできたぜ。まだ大丈夫です。速攻イン使って微量ながら加速。ダブルは少なくとも一つは防御確保。本当に1個2ですが、お水をかぶり上ルートに行きます。マジで嫌そうなの笑う。そこジャンプアクション出るのね。怪しい場所はコントローラー振りながら走ってますよ。さあどうです？そうだ、人間北海道。逃げ切ったわね。危ないところでした。次のレースに参りましょう。狂気の沙汰は、ここはツアーからのリメイクコース、ロサンゼルスコーストです。ここってもともと新潟のコースじゃなかった？真っ昼間に変更されてるな。よっしゃ行くぞ。さて左カーブ、見えてみたいとこだが、花ちゃんが割り込んできたわね。マシンの加速力で差をつけますよ。ちなみに今のはゆっくりチゲさんです。編集スピードに定評のあるお方。さて砂浜エリアにダッシュ板が見えるけど、序盤はあえての遠回りでコイン回収を優先しますよ。ハーフパイプ下のコインは2枚取り、3枚全て取るのが理想でしたが、まあ妥協します。どうせこの先にもありますからね。コイン、砂浜を抜けて市街地に切り込んでいくぜ。インのコインを取ってそのままアイテム交換に向かいますよ。うわぁ、バナナの置き方が悪質。引っかかってくれれば御の字、少なくともダブルボックスを割りづらくはなるはずです。ウルトラミニターボを貯めて2周目に突入だな。周回コースじゃなくてどうやらセクション制みたいね。なかなか面白いですね。赤コーラ来たぜ。ここでグライダーボード、野球の時間だぜ。ロサンゼルスならドジャースタジアムかしらね。コイン配置も野球ボール状になっててユニークね。でまた街中を駆け抜けていくわけか。ここ無理やり通れそうです。ゴールにターボ貯められるのはさすが空豆って感じね。猫クラシカルではこうもいきませんからね。さあ突如迫り来るトゲゾウコーラ。こればっかりはどうしようもない。コイン使ってリカバリーしましょう。それじゃあ、これは運が悪いとしか。正直あの細い路地に置くゴムは強いと思ってたので、それができなくなったのと合わせて痛い。マップを見た感じ一応誰か引っかかってくれたみたいだけど、できることなら後ろに投げたかったですね。走行行ってるうちに最初のセクションへ。見たところ油田地帯っぽいな。ロサンゼルスの油田、名前が思い出せません。ヘイシリ、ちょっといいかしら。すみません、よくわかりません。うつ主結構近いお家よね。名前はイングルウッド油田らしいぜ。イカスミで事故りそうだったのでここは飛びました。右に曲がって再び市街地へ。ゴールも近そうね。このアイテムボックスはスルー。実際バナナ2本あれば十分だしな。マリサがいっぱい。おい、あとは2つのカーブを残すのみです。最初に横切った観覧車が見えてきたわね。パシフィックパークっていう小さなリサが。まだ残機はあります。バナナの数を残機っていうのやめろ。てかウプ主も悪乗りするの珍しいな。おい、嬉しくなるついやっちゃう。サンセット荒野だー。好きなの？うん、大好きさ。アドバンスからのリメイクコースだぜ。原作では周回ごとに日が沈んでいくんだが、なんかリメイクでは夕方のままみたいなんですよね。 GBA やり込んだから夜になって欲しかったのですが、ココナッツモールみたいにアプデで日が沈むようになったりしてな。ワンチャンありそうなので楽しみにしておきます。滑りやすい地面にたくさんのダート、走る難しさは相変わらずみたいね。まあ私慣れてますからね。綺麗に走り切ってみせましょう。あっ、平方かわいい。かわいいけどここの平方も原作とちょっと違うよな。カートにへばりついて減速させてくる恐ろしいやつだったのに、ぴょんぴょん踊るようになっちゃいました。
さあもうすぐ一周が終わるぜ。コインはそこそこ、防御もあるけど、シンプルなコースだし2位との差は広がらないわね。ふむ、ここらで一発かます必要がありそうですね。なんかあるのか？実はこのコースには道がね、あるんですよ。する準備をお願いします。いますよ。え、まぁ、あ、これ道？このためにゴルフのメッキを剥がしたと言っても過言ではない。ピーチ姫のハンドリングの高さが生きてるわね。ハンドリングなら猫ピーチでもよかったんじゃねえの？そこ迷ったんですよ。マシンを空豆にするなら猫要素を残すべきかいなかって。結局残さなかったのね。猫ピーチさんね、スピードが遅いんですよ。能力がバランスよくまとまってるのは姫しかいなかったんですわ。ずっと1位張るなら速度も重要っちゃ重要だもんな。最終目にしてサンダーが降り注ぐ。後続と距離が空いてるのでまあ逃げ切れそうではあります。2位の赤ヨッシーはあずきさんだぜ。スマブラの方でよくコラボしてますが、マリオカートで遊ぶのは初めてですね。さて例の道に差し掛かりましたが、イカスミ状態で行ける気はしないため通常ルートです。ダッシュ版で封を払うもトゲゾウコーラが迫り来る。ここで来ちゃうか。後ろが近いし相手2位になってトゲゾウをライバルになすりつけちゃうのもありよね。ありなんですけど、失敗するとただ順位を落とすだけになってしまうのでね。一か八か食らいましたが正解だったみたいです。順位帯でアイテムが飛び交って同士打ちになってるっぽいな。このまま逃げ切りますよ。ラストのアイテムはボム兵ね。ダメ押しで後ろに投げちゃいましょう。あっ、そこの赤コーラは効いてないですね。あまりにも自業自得だが、滑り込んで3セット荒野も1位だぜ。新21さんと紙一重でございました。現在のスコアはこんな感じだぜ。なんかもうぶっちぎってない？私は妥協せずまだまだ得点を稼いで参りますよ。7レース目、ノコノコ岬でございます。ウィーのコースだぜ。ウィーは持ってなかったので走るのは初めてですが、なかなか有名なコースなのでなんとなく道はわかります。せーの、さあ始まったわよ。初手のボックス終わりジャンプだね。1位だとどうしても出てくるアイテムがしょぼいな。まあ序盤のコインはそうにはなりませんでしょう。相も変わらずバンバン飛ばしていきますが、そうですね、さっき新21さんを紹介したのでここらで翔さんも紹介しておきましょうか。二人で一つのチャンネルをやってるのよね。そしてこの大会の主催者でもあります。自分からはほとんどコラボ企画を立てない私からすると、行動力がすごいと思いますし、何より誘われて嬉しかったですね。なんて話をしているうちに赤コーラが飛んできたが。まあ一発くらいぐっ。まずい。まずい。あかん。ここに来てくれに声を使わね。不快なキャラだけど、虫の顔が地面にかぶってて少し見づらいな。これで文句なかろう。ちょっと文句あるぜ。ずっとそれで一気一位に戻るまでですね。何？すぐ帰り咲いてみせますよ。二度と元に戻らなそう。何をおっしゃる。まずはここの滝をキノコとミニターボの力で突っ切ります。4位で2周目に突入。同じカスタムのスイッチさんと激突。マシン差がないなら内側を走った方が勝つのは世のことあり。テレサが怖いのでキノコはここでもう使っちゃいます。ハーフパイプのアイテムは無視して最短ルートを行くのね。あくまでもドライビングテクニックで勝ちに行きます。アイテムはおまけ。水流エリアの行く先に2位のタピグーさんが見えるな。何を持ってるか見えないし、赤コーラは保持でいいでしょう。防御アイテムとしても使えるからね。順位を無駄に落とさないのは大事です。さあ強引にウルトラミニターボを貯めながら水中エリアへ。裏にファイアフラワーも手に入れていい感じだぜ。ほっとびこってるわね。1位と争ったみたいね。1位は883だぜ。ノコノコを使っているな。このコースにふさわしいキャラクターですが、なんとしても勝たせていただきますよ。ファイナルラップ、一騎打ちね。ミニターボを貯めながらジャンプアクション。ダッシュ版があってもミニターボしながら飛ぶ方が早いらしいですよ。さあお互いコーラのなじりつけ合い。勝ちもした。3周目にして再びトップへ。ファイアフラワーもあってかなり心強いぜ。これ一つで3連赤コーラに対処できるのは大きい。後ろが追い上げてくるようなら狭い水中エリアでぶっ放してもあります。まあケースバイケースだな。今は全力の逃げあるのみだぜ。全く見えなかったんだが。バナナが置いてあったみたいね。私も見えなかったわ。後続が迫ってきてるぜ。ハーフパイプ飛んでたら追いつかれそうですし、テレサが来ないことを信じてここは縁を突きます。土管を飛び出したら最後の急カーブよ。ちょっと膨らんじゃいましたが許容範囲内ですかね。赤コーラしたぜ。これで男女 OK だわ。初めて追い上げる形になったレースだったけど、うまいこと逆転できました。次が最後のコースですよ。ここまで来たら全勝優勝じゃーい。1レース目5位なのを忘れて。忘れましたね。そんなことは都合の悪いことは忘れよ。ご本義帝国民には記憶力の欠如が必要なのだ。ファイナルレースの舞台はバンクーバーバレー、カナダ、バンクーバーの名所を巡るぜ。レース中は若干見えにくいですが今五輪聖火台をくぐりましたね。そのままジャンプアクションやミニターボを駆使して息を張っていくと。あの短い距離でターボが溜まる空豆最高。猫クラシカル廃車の月。あれにはあれの良さがあるんですけどね。最高速とか無敵地とか。無敵地って？猫は被弾をしばらく追撃を受けない時間があるんです。その長さが無敵地で空豆はそれがないからノコミサみたいなことになる。長所だけじゃないのねー。
あ、おい見ろよ、ここ反重力エリアだぜ。ツアーのコースで見るのは初めてだぜ。ケピラの吊り橋の傾きをうまく使ってるんですね。ロサンゼルス、アテネ、シンガポール。確かにハーフパイプを除けば反重力ゾーン見たことなかったわね。おっと、これで一周みたいだな。トップでコイン10枚だが、そこまで差は開いてないから、ここから荒れるかどうか見ものだぜ。とにかく今は早急に防御が欲しいところ。3ダブルアリス全力で逃げます。出たアイテムは表コインに裏緑コーラ、悪くないわね。今2位にいるのは新21さんで、3位はシャケラさんかしら。ガロンドロ結構ごちゃごちゃしてるわね。団子状態の中アイテムが飛び交い共倒れになってくれれば、私的には後々楽ができるんですけれども。さて、あと紹介してないコラボのお相手はコタルンさんと P さんか。ドンキーコングにボスパックンとマスク上では目立ってるのですが、まだレースでの絡みがございませんね。さあスケートリンクに突入。現実に当てはめるとアイスコス系の怪獣らしいです。ここで裏にクラクションを手に入れて、トゲゾウ対策はバッチリ。このままついに最終ラップよ。3周目はかなり長い実戦から始まるんだな。直売は DS 時代の感覚が蘇りますね。さて地下トンネル、高速道路とかにこういうトンネルありますよね。テレサがやってきてコインを奪っていったが、クラクションが無事なので赤ちょい待ち。今コウノリで消えたわね。人もったいないな。まあトゲゾウ来ないの祈りましょう。こうなったら再びテレサ対策の表コインを奪おうよ。トゲゾウが来なければ確かに盤石ね。ニートの差もついてきたしなかった。そういえばサンダーとかいうアイテムありましたね。ま、全員のアイテムがリセットされたと考えれば悪くないぜ。トゲダの3連赤ダの引かれる前に逃げ切っちゃいましょ。よっしゃ、あともう一息、頑張りますよ。録画ソフトの方はもうダメみたいだな。せっかくのコラボ企画でトラブルは残念でしたが、ゲームプレイの方で全力を尽くしてラストも一気フィニッシュです。過去一の走りだったわねー。さあ結果発表だぜ。今回も無事金のトロフィーをゲットでございます。惜しくも逆転には届かず、問題の初戦の全貌はコラボ相手の動画でチェックしてくれよな。一緒に走ってくださった皆さんありがとうございました。楽しかったです。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるぜ。あとコラボ相手の動画もぜひご覧になってください。概要欄にリンクあります。